こんばんはアルミです、えー、今日は2024年の2月15日夜の23時前ですえー、と今日はですね皆さんにお願いがありますえっ、ー、と動画のネタが <laughs> もう切れてるので <laughs>、えー、質問を募集しますあるいは体験談とかでもいいかな あのー、体験談は朗読します。で質問うん何でも大丈夫です。ただえっと自分のやってる開発の仕方とかまあ、開発してて質問がある場合は、えー、開発の仕方をね詳しく書いてほしいです。 えっと、どういったやり方でやってるのか道具を使ってるならどういうものなのか、まあ、商品名とかねで大きさとかサイズとかまあどの何年ぐらいやっててとかもあると嬉しいですあるいは私が動画で喋ってることを試してみたけどまあうまくいかんうまいとかいう話もいいし。 えっとまあじゃあまあこういうやり方やってるなんか他の人に聞いてほしいみたいなちょっと公開オノにしたい人はぜひ書いてください。<laughs> うん、えっと最近ちょっと長めの動画で途中で切れることがあるんですがこれは私の iPhone のメモリーがもうなくて、えー、20分超いそうになると自動的にあの止まります <laughs> 動画が。 とても悲しいかといってえっと写真とかね猫とかいっぱいあるあったりとかシャメ日記用になんかあの何て言うのかなまあエロい感じのシャメ撮ってるのでなんか消,せ消すに消せないみたいなあとは結構長年のデータが入ってるので何年前の自分ってこんな。 ボディーラインだったたななみたいなちょっと懐かしんでしまうので消せなくって結果動画が途中で尻切れトンボになってしまうという感じです。うーんとまあ今日は普通にしゃべってるんですけど前回のやつあのセルフでやる前立腺のエネマグラ使った開発のやり方の動画は実は マイクを使って喋ってます。いつもよりまあ、気持ちいい音がクリアだったかなとは思います。まああのね使うたんびにちょっと組み立てるのが面倒臭く,さくって、でもまあ出勤中に持ち歩いてる方が待機中時間があるときに。 取れるかなとか思ってあの一旦組み立てたつばらしちゃったんでまためんどくさいなみたいな感じですうんと動画のネタがないので質問をたくさん募集しますえっと普通に YouTube のどの動画でもいいのでまあコメントを入れてもらったりとかしてくれると 嬉しいかなあとあのあれだたまに投稿のところに書いてるのであそこのコメントを入れてもらっても大丈夫です。じゃあ今日はこんな感じルミでした。